皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。高校受験対策、定期試験対策にもなる中学理科基礎ミニテスト、今回は湿度の計算の2回目です。問題を解くのに今回はこの飽和水蒸気量のグラフを使います。理科室で気温と水蒸気量を測ったら、気温は30度 C で、水蒸気量は1立方メートルあたり 12.8g でした。ここに飽和水蒸気量のグラフがあるんですけど、こちらをまず説明しておきます。こちら縦が水蒸気量です、グラム毎立方メートル、つまり1立方メートルあたり何グラム入っているかと、こういうことですね。こちらが温度です。5度刻みで35度まで書いてあります。そしてこのグラフは、例えば0度 C のところを見ると、これ 4.8g 毎立方メートルとなっているので、0度 C では空気1立方メートル中に最大で 4.8g の水蒸気が入るということです。同じように5度の時には 6.8g、 10度の時には 9.4g、 15度で 12.8g、 20度が 17.3g、25度 23.1g、 そして30度で 30.4g で、実際に入っているのは30度 C のところの 12.8g まで入っていると、これを表しています。では問題を読んでいきます。1、理科室の空気の露天は何度 C ですかと。2、この空気の湿度を求めましょうと。これ小数第1まで求めます。つまり小数第2を四捨五入するということですね。3番、この空気1立方メートルがさらに含むことができる水蒸気量、これは何グラムですかと。この3つの問題です。皆さんはここで一度動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったら、もう一度動画を再生し正解を確認しましょう。正解はこうなります。理科室の空気の露天は何度 C ですかと。前回もお話ししましたように、露天は何を表しているか、これ覚えてくださいねって言いました。露天っていうのは実際に入っている水蒸気の量、これを表していました。実際に入っているのは 12.8g ですから、この 12.8 をずっと横に行くと、この飽和水蒸気量のグラフの15度 C のところ、ここでぶつかります。ですから露天は15度 C ということになります。さて次は湿度、これを求めます。湿度の計算はその気温の飽和水蒸気量分の実際に入っている水蒸気量とかける100でした。で、今30度 C ですから、30度 C の飽和水蒸気量 30.4g 毎立方メートルですね。だから 30.4 分の、実際には 12.8g ですから、 12.8×100、 これを計算します。計算するとき 12.8×100 を先に計算して、1280÷30.4、 これをやると計算ミスが減ります。これ 42.10、小数第2を四捨五入して 42.1% が答えです。3番、この空気1立方メートルさらに含むことができる水蒸気量は何グラムですか。今気温30度ですから、30度の時には最大 30.4g まで入ることができると。で、今 12.8 あるので、ここからここまでがまだ入れるよと、空気中に入ることができるよということで、ここはいくつかというのは引き算で求めますよね。 30.4×12.8、 計算すると 17.6 となるので、まだあと 17.6g 水蒸気含むことができますよと、これが答えになります。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。